こんにちは。はい、今回の動画ではですね、大学院入試を一部ね、扱っていきたいと思います。まあ、今からやるのはですね、まあ、北海道大学の大学院の、まあ、とある専攻で出されたですね、数学の問題なんですけども、詳しいことはですね、概要欄に、載せておこうと思うんですけれども、まあ、最初に断り入れとくと、かなりガサツにやります。そして、答えがですね、まあ、私自身、特に回答を見たというわけではないので、答えの信憑性は特にないということですけれども、楽しんでですね、この動画にたどり着いた方は見ていただけると、まあ、ありがたいなというふうに思います。ということでやっていきます。今回使うのは偏微分方程式ですね。まあ、こういった 偏微分ですね。がやったっていうときに、まあ、u っていう関数、これが x と t のですね、まあ、二変数を、変数に持つ、まあ、関数ですね。これを、出してくださいなということですけれども、まあ、条件がね、まずこれが境界条件ですね。今、X っていうのは0以上2以下っていうのを考えていて、これが X が0の時の、まあ、t ですね。で、X が2の時の、で、かつ時刻 t の時の、まあ、u ですけども、それがですね、いずれも0。だから端点が0ってことですね。はい。っていう、境界条件がまず一つ、境界条件で書いて。で、その下に書いてあるのはですね、これは初期条件ですね。t イコール0の時の u、ね。これが、書かれているので、これは初期条件ということになります。で、t は、0以上ということで、まあ、やっていきますけども、ただし、この問題やるにあたって一つ仮定をね、使っていいですよということで、変数分離解であるってことをね、仮定します。どういうことかっていうと、まあ、一般には変数分離できるかどうかっていうのはわかんないんですけど、今回は、この u をですね、x だけの関数と t だけの関数の積ですよっていうつもりで、まあ、やっていいですよってことですね。なので、この仮定を使って、今からですね、この large x っていう x の関数と、large t っていう t の関数ですね、こちらをそれぞれ求めていって、それを解とすると。まあ、そういうふうにですね、やっていこうと思うわけです。じゃあ、これを、踏まえてですね、実際に、この微分方程式をですね、この large x、large t を使って書き直してみましょう。そうすると、まず左辺ですね。これは u を t で偏微分したものだから、この large x の方が、定数に見えますね。こっちだけ微分するわけです。で、しかも、偏微分の記号じゃなくて、普通に全微分のですね、記号を使っていいわけですね。そうすると、はい。左辺はこういうふうになるわけですよね。で、右辺っていうのは、4があって、で、今度は large t の方が、定数ですよね。なぜかっていうと、右辺はこれ x で2回分してますからね。だから t が前に出て、で、この large x を2回分すると。はい、こんな感じですね。で、まあ、今からやる操作ですね。まあ、変数分離解あるあるなんですけども、この x とですね、t の場所を、まあ、x を右辺、t を左辺にですね、全部寄せていこうと思うわけです。そうすると、これ両辺をですね、4 large x large t で割ってあげましょう。はい。で、この時にですね、まあ、分母に large x と large t が来ているので、まあ、large x と large t はね、0じゃないっていうことをね、一応念のために断っておくことにしましょう。で、そうすると、で、右辺はっていうと、これが、分母にこの large x が来ると。はい、こんな感じですね。ということで、この形がですね、この変数分離型の偏微分方程式を解くときに、非常に欲しい形になっているわけですね。どういうことかっていうと、これ左辺見ると t だけの式ですね。この式に x は入ってないんですよと。で、右辺見ると、これは x だけの式、t が入ってないですね。これがイコールで結ばれてるんですね。これどういうことかっていうと、例えばね、こっち t の関数、t だけの関数ですよと。で、t がですね、まあ、的確に動いたとすると。で、それによって、まあ、右辺の値がですね、まあ、変わるかなと思いきや、こっちに t は一切含まれてないので、こっちの t を動かしても、この値は変わらないですね。それでもなおイコール関係が成り立ってる。まあ、x と t の立場を逆にして言ってもいいでしょう。
なので何が言いたいかっていうと、この値、この値っていうのは何らかの定数ですよってことが言えるわけです。今回はマイナスラムダっていう、そういう定数ですよっていうことをね、言っておきたいと思います。で、この処理をしてから、嬉しいことがあって、何かっていうと、偏微分方程式だったんだけれども、実際に解くべき微分方程式は常微分方程式になるっていうことですね。はい、ということで続きやっていきましょう。まずはですね、この2番目と3番目ですね、この辺を、まあ、見ていくことにすると、これだけですね、抽出して書いてみましょう。そうすると X があって2回微分があって、これが定数なんですよっていう、こういう形してますね。で、こっちを、書き換えて、そういうふうに持っていきましょう。そうするとそうするとですね、こういう常微分方程式になるわけですよね。で、まあこれ、まあ、解のまず予測をするんですけれども、自分を2回微分したら自分の形が出てきたってことなので、今からですね、解の予想として、まあ、指数関数の形をですね、予想してみるわけです。まあ、これ上等した。じゃあ、E の、まあ、AX 乗ってね、まあ、A は、これは実数かもしれないし、虚数かもしれないですよ。はい、こういうね、予想を立ててみると。で、これでもって、まあ、改めて、書いてあげるわけですけど、そうすると、まず左辺はっていうと2回微分するから、この A が2回ですね、肩から降りてくるっていう形なので、A2 乗。で、これはそのままと。そうすると、こういう形なんですよね。はい。で、この関係性から言えることは、何かっていうと、この E の部分ですね、取ったという形。つまり、A2 乗っていうのがマイナスラムダなんですよ、ということですね。で、まあ、つまりこの形の、関数っていうのが実際にこの微分方程式の解に、まあ、なるんだろうなって話ではあるんですけれども、じゃあ実際にこの A はどういった値なんですかっていうことを、まあ、今からやるわけです。その時にですね、こういう関係性が今成り立っているんですけれども、ラムダのですね、政府、符号については特にまだ何も言ってないので、今からそのラムダのですね、倍分け、これをやっていくというわけですね。そうすると、そうだな。じゃあちょっとね、こっちのペースを、スペース使いたいんで、まあ、これをですね、ちょっと移動させますよと。移動。こちらに書いておきます。はい、じゃあまずですね、倍分けその1として、ラムダが、まあ、負からいきましょうかね。ラムダが負だったらどうですか。そうすると、マイナスラムダっていうのはこれ正の値ですね。ってことは A っていうのはこれ実数ですよと。A っていうのはプラスマイナスルートマイナスラムダ。まあこういう形が、取れますよね。と、はい、っていうことで、X のですね、まあ、候補っていうの、解っていうのは、E のまずはプラスですね。ルートマイナスラムダ x 乗もあり得るし、e のマイナス、ルートマイナスラムダ x 乗。これもあり得るわけです。で、こういう2種類のですね、解が、まあ考えられる。ということで、x のですね、解は、これの、線形結合って形になるわけですね。ということで、改めてこのですね、x を、書いてみると、解の、まあ、形はどうなっているかということですけれども、2つですね、候補が出てきたので、こう2つ候補が出てきていて、で、なおかつ、この微分方程式は重ね合わせが効くわけですね。こっちの解とこっちの解を足し合わせても、その足し合わせたもの自体も解になっているということですね。で、なおかつ、何倍化したものを足してもいいわけですね。なので、まあ、例えば、まあ、係数をですね、まあ、A1 とか A2 とかってやってあげると、まあ、こういった解の形になるだろうということなんですね。で、じゃあ A1 とか A2 を決めるものって何ですかって言ったら、境界条件になってくるということなんですね。じゃあ実際境界条件が成り立つような A1、A2 を求めてみようと思います。そうすると、これ消しちゃっていいかな。
そうすると、まず x が0の時ですね。今この形で書かれているので、u の0コンマ t っていうのは x0 かける t なんですね。で、x0 かける t が t の値によらず0ってことは x0 が0ってことなんですね。まあ x2 についても同じことが言えるということなので、このですね、両辺 x に0を代入すると、まあ、0イコールで、これ e の0乗、e の0乗ってなので、a1 たす a2 って、まあこういう形になるわけですね。なので、まあ、ここから a2 っていうのはマイナス a1 ってことが分かったと。まあ、この時点ですね、ちょっと上書き換えちゃいましょう。そうすると、これは a1 で書かれる形なので、はい、こういう感じですね、書いたということになります。じゃあ2つ目ですね。今度は x イコール2を代入するわけです。そうすると、やっぱり左辺も0で、2を代入すると、a1 ときて e の、こうですね、マイナスマイナスと e と、はい、で、この等式を成り立たせるためにはこの括弧を見るとこれ0ではないですね。0ではないので a1 がですね0になるしかないんですね。この等式を満たすためにはですね。ところが a1 イコール0ってなってしまうとこの解がですね、この x、ラージ x イコール0って形になっていて、最初このつもりでやっていたんだけれども、まあ、ダメですよと。で、もっと言うと、そんな解は求めてないんですよね。つまり、仮にですね、ラージ x が0だとすると u も0になっちゃうわけですね。それは0だとしたらですね、こんなのはまあ当たり前なわけで、そういった自明な解は今求めてないわけですね。ということで、何が言いたかったかっていうと、まあ、今倍開きをしていたんですよね。ラムダの政府で倍開きしていたんですけど、ラムダが負の時っていうのは、これを満たすようなですね、非自明な解っていうのは、まあ、ないってことなんですね。なので、まあ、ここで答えるものは、まあ、ないということになるわけです。じゃあ次の倍開きね。ラムダが0だったら、ちょうど0ですね。倍数の2として、ラムダがちょうど0だった。まあ、これも、まあ、A は実数ですよね。0。A イコール0って形ですよと。で、これもやってしまうとですね、ラージ X っていうのは、まあ、実際0を代入してもらうと、まあ、1っていう解ですね。まあ、1でなくても、これを等倍して、なんか、まあ、A みたいな。まあ、こういう定数関数になるわけですよね。ところが、定数関数になってしまうと、しかもこれは0ではないわけですけども、定数関数になってしまうとこの端点が0っていう条件とか合わないわけですね。0じゃない定数関数なのでね。ということで、ラムダイコール0でもダメでしたと。ということで、最後に残った場合で、まあ、解が得られるということですね。それは何かというと、ラムダが0より大きい、つまり正の値ですね。そうするとこれ見てもらうと、A っていうのはこれ虚数になりますね。虚数。どうなるかっていうと、A っていうのはプラスマイナスルートラムダ i ですね。まあ今 i をですね、共通体としますと。っていうふうに解が得られるわけです。で、これも解が2つ出てきたので、各場合の線形結合ですね、解が。それはさっきのラムダが負の時のね、扱いと同じになります。そうすると、結局ラージ x っていうのはこの場合だと a1、まあ改めて a1a って使いますけど、そうすると、ルート、i 前に持っていきましょう。ルートラムダ x たす a2 の e の、これマイナスですね。i ルートラムダ x。はい、こういう形になってきましたね。で、ここで、境界条件いきます。そうすると、まずは、x0 を代入。そうすると、まあ、ここまではですね、さっきと同じ形なんですね。a2 イコールマイナス a1 って形が出てきたので、これも、ね、すぐ書き換えられるということ。で、括弧をすると、はい。で、問題次ですよね。イコールに、x イコール2を代入したときはどうかっていうと、a1 ときて、2e の i かける2ルートラムダですね。引く e のマイナス i ときて、2ルートラムダですけども、この形ってオイラーの公式考えると、どうなってるかっていうと、まあ、今はそのままですけど、この e の
i×2 ルートラムダ乗の虚部ですよね。虚部の2倍がこれで出てきたわけですね。ということで、2×i× で、これオイラの方式考えると虚部は3になったわけですね。サイン、2ルートラムダと。はい、こういう形になったわけですね。で、これが0になることを今考えるわけですけど、そうすると、このサイン2ルートラムダが、まあ、0になればいいわけですよね。A1 が0になっちゃって、さっきと同じあの話になっちゃうので、今考えるべきはサインの2ルートラムダですね。これが0ですよと。はい。いうことを考えればよくて、そうすると2ルートラムダっていうのは、これは n 倍ですよね。で、n っていうのはまあ整数ですよと。ということで、これ、ラムダが具体的にですね、まあ、分かったわけですね。そうすると、ラムダはっていうと、2分の n π の2乗と。はい、まあ、こんな風にですね、分かったと。なので、境界条件解くと、まあ、定数ラムダが具体的にどんな形で表されるかっていうのが分かって、実際はですね、まあ、解に近づくということになるわけです。そうすると、このラムダを使って、改めてこのですね、式書き直してあげると、まあ、結局ですね、まあ、A1 は何だったかっていうのはまだ分からないんですけれども、このラムダが何だったのかっていうのは分かったということですね。そうすると、まあ、この形もですね、実はもう虚部の形してるんで、いきなり虚部のですね、形で書いてあげると、A1×2i×sin、ルートラムダ x だったんですけども、今、ルートラムダのところにですね、先ほどの、やつを入れます。そうすると、これは2分の nπx っていう形だったんですね。はい。まあ、これでですね、ラージ x のですね、一般解が、まあ、とりあえずは、出たということになります。じゃあ、同じようにですね、t ね。今は x の乗微分方程式ということをやってましたけど、今度はこっちのですね、ここの部分を使って、t の形をですね、考えていこうと思うんですけども、そうすると、こことここを使ってあげると、もういきなりですね、4ラージ t ですね、書きちゃいますと、はい、こんな形になると。はい、今からこの、ね、微分方程式を考えますけれども、そうするとですね、まあ、これも、さっきと同じように、微分したものが自分の形を含んでいるので、まあ、こういう解が考えられるでしょうねということで、この B が何ぞやということを、まあ、求めてみようと思うわけです。そうすると、B イコール、マイナス4ラムダですかね。はい、で、ラムダは、このラムダとですね、ここで出てきたラムダは同じ値を取っているので、ラムダイコール、この2分の nπ の2乗、これはね、当てはまるだけです。そうすると、これはマイナス n2 乗 π2 乗っていう形だということが今分かったと。ということで、まあ、これが解だったら、これの等倍もですね、これの定数倍ですね、定数倍も答えになるので、t っていうのは何だったかっていうと、これが、じゃあですね、b1 ですね。b1 として e のマイナス n2 乗 π2 乗 t。で、n は整数と。この時の n とこの時の n は対応しますからね。例えば n、こっちの n が1だとしたらこっちの n にも1が入るし、こっちの n が2だったらこっちの n にもですね、2が入るっていう。まあそういう関係性になっています。で、一応ですね、ラージ x とラージ t それぞれ書けたので、まあ、ux の形が n は含んでますけれども、まあ、書けるということになったわけです。そうすると、大事なのはこれかな。そうすると、結局 u っていうのは何だったかっていうと、x×t だったから、a1 として、2i として、sin、2分の nπx と、あと、これですね。b1 として、e のマイナス n2 乗、
よっしゃ、これで、オッケー、終わった。と思うと、まあ、2つぐらい足りないのかな。まず1つ目は何かっていうと、初期条件使ってませんよね。それから、これ、N が含まれてますよね。なので、これだけを書いたんでは、あくまでも、その、なんていうのかな、解のうちの、一部分しか見てないということになりますね。厳密にはこういうふうに書くことができるわけです。厳密には、N が、どんな値もですね、まあ、取る可能性があるわけですよね。それを表現していこうと思うわけです。そうすると、シグマね、使って書くと、シグマを使ってもう一回書くと、どうなるかっていうと、まずですね、この係数 A1 って書きましたけども、この係数っていうのは、N が変わったら、変わる可能性ある。まあ、というか、別に N が変わったから変わっても同じじゃなくちゃいけないっていうことはないんですよね。N が変わったら変わってもいいわけです。なので、A1 っておくよりかは AL と言っていいわけです。同じ理屈で B1 っていうのを書きましたけど、これは N の値によってよらず同じじゃなくちゃいけないという制約は特にないので、N が変わっても特に、関係ない。変わってもいいですよってことで、BN っていうことでですね、します。これを踏まえて改めて書いておくと、で、まあ、係数まとめちゃいましょうね。2i ANBN ときて、で、まあ、こっちさ、金額の方が早いかな。早い、一般的かな。まあ、こんな風にですね。まあ、書けるかなということです。はい、こんな風に書けるわけですね。で、この状態でですね、初期条件を見てあげるわけです。そうすると、初期条件っていうのは、まあ、t イコール0を代入した時の値なので、u の x コンマ0っていうのは、この式ですね、t イコール0を代入するとどうなるかっていうと、まあ、シグマ残りますよ。シグマ残るけども、2iANBN が残るけども、この静関数のところはね、ちょうど1になりますね。ということで、まあ、こんな形で書けるわけです。で、これ見てもらうと、この sin2 分の nπx っていう形の、まあ、線形輪になってるわけですね。で、この sin2 分の nπx で n がいろいろ変わった場合っていうのは、互いにその線形独立なんですね。まあ、詳しい説明はちょっとここでしまうんですけど、とにかくこの sin っていうのは、sin2 分の nπx っていうのは、n に対してが変わった時に、その括弧っていうのは線形独立なので、次のことが言えると。結局これはこの形を見るとですね、πx って位相と 2πx って位相しかないわけです。で、これにあたる n っていうのは n イコール2の時ですね。 n イコール2の時に πx になると。で、 n イコール4ですね。もう一つですね、 n イコール4の時は 2πx になるわけです。ということで、 n イコール2と4の時に係数が、まあ、0じゃない何かになって、それ以外の n については全部係数が0なんですね。っていうことがこの初期条件から分かったわけです。ということで、何言ってたかっていうと、まあ、2は外に出すと、a2、b2 ときて sinπx、そして a4、b4 ときて sin2πx だったんですね。これが初期条件から分かることで、で、初期条件をうまく使うために、いや、この n っていうのは、いろんな値を取り得るから、その n に対して線形輪で、かけたのが、広く一般解として認められるんじゃないかということで、こういったですね、まあ、シグマを使ったわけです。構想したわけですね。で、ケースをですね、見てあげればいいということになるわけです。そうすると、a2、b2 の積、まあ、それぞれはまだわからないですけど、a2、b2 は、マイナス2分の 1i ですね。2i とこれかけて1になりますかね。で、同じ要領で a4 かける b4 もマイナス2分の 1i。まあ、なかなかね、適当にやってるんで、ちょっと土地の説明がかなり危ない気もしなくもないですけど、はい、こんな感じでですね、かけたということになるわけです。で、そうすると、いよいよ答えにたどり着くということですね。ということで、u、xt っていうのは、その n のシグマって形でですね、書いたわけですけど、
特に N イコール2と N イコール4の時だけ考えればいいってことがこの初期条件から分かったので、そこだけ書いておくと、2i は、まあ、相変わらず書こうとして A2B にかけるで、今度はですね T もちゃんと含めますから、これ書かないといけないですよと、マイナス 4π2 乗 t かで、sinπx たす A4B4 の E の今度はマイナス16ですね、4の2乗 16π2 乗 t sin2πx とで、ちょうど 2i かけるこれ 2i かけるこれが1になるように、今決めてやるわけですから、結局書くべきは、まあ、これだけでいいよと。ということでですね、無事にですね、変数分離を仮定した時のですね、一般解を、得るということが、まあ、できましたよ。まあ、こんな感じかなと思います。途中の処理ですね。途中、まあ、この方程式を解くにあたって、A2 乗イコールマイナスラムダみたいな話が出てきて、で、まず大事だったのは、このラムダの符号による場合分け。で、どういった場合が今考えている微分方程式に適しているのかっていうことを考えました。で、次に、ラムダっていうのが、こう、複数存在するんですよね。複数存在するって形だったので、当然その、各ラムダに対しての、線形はということになったので、結局こういうシグマの形ですね。N についてのシグマという形で、書けたということなわけですね。で、さらに言うと、初期条件ですね。初期条件を使ってあげると、そのうちの、どの N のことだけの話にすればいいのかってことが、まあ、見えてくるということで、欲しい形ですね。帰着したと。で、実際これを、この式に当てはめると、まあ、成り立つし、まあ、わかりやすいのは、ね、境界条件、初期条件にちゃんと合ってるかってことですけども、x イコール0を代入すると、この sin の部分がね、0になるので、全体0になりますと。じゃあ、初期条件はっていうと、t イコール0を代入すると、この係数がね、ちょうど1になって、この形と。まあ、同じになるということで、まあ、この関数で大丈夫そうだなっていうことだと思います。まあ、間違いがあったらですね、何かご指摘いただければいいかなというふうに思います。ありがとうございました。